YouTube、Welcome to my channel。 皆さんこんにちは、ヤネスアビーです。はい、あいにくの雨でございます。うん、ちょっと天気にはね恵まれなかったんですけど、今日はちょっと久しぶりに会う友達とご飯行こうってことになって、で今日はね私がちょっと好きそうな、なんていうの、ユニークな、まあ、カフェっていうのかな、レストランっていうのかな、に今からちょっと行こうと思ってます。ちなみに場所は銀座です。はい、お銀座にある、まあ、ちょっと変わったコンセプトのレストランに今から行きたいと思います。それでは行ってきます。はい、というわけでやってきたのは銀座6丁目にあるヴァンパイアカフェ、まあ、名前の通り吸血鬼をコンセプトにしたカフェなんですけど、ちょっとねいきなりさ、ここで動画一瞬止めます。実はねこのカフェとにかく暗くて、肉眼だとまあ問題はないんだけど、こうカメラとね真っ暗で、まあ、ずっとこんな感じになっちゃうんで、ちょっとここからはまあ写真で何を頼んだかを紹介していきますね。はい、まず最初に入って渡されるメニューなんですけど、デザインがね良かったです。清書風のフードメニューと、あと缶オケ型のドリンクメニューがありました。で今回は17周年コースで予約したので、まあ、最初にウェルカムカクテルが出てくるんですけど、ね、ストローで十字架を作っていて、いきなりこだわりを感じるスタートでしたね。でここカフェって書いてあるんですけど、オリジナルカクテルのね種類がすごく多いのと、やっぱヴァンパイアカフェっていう名前だけあって、なんていうの、そういうね世界観があるカクテルがすごく多かったです。今回私はノンアルコールのカクテルを頼みました。で次に出てきたのが前菜、麗しきバラの園、人間界でいうハムの盛り合わせで、続いては闇の者を呼び覚ます復活儀式って、今サラダなんですけど、この復活儀式はね強制参加で、まあ、メイドカフェのこの要領でサラダに呪文をかけていきます。強制参加なんでね必ず言わされます。で次に出てきたのがこちら、ブラッティフェニックス。もうこれが出てきた時ね笑っちゃいました。見た目はちょっとグロいんですけど、味は美味しかったです。で次に出てきたのがこちら、絶望という名の漆黒に染まりゆく死神の断罪。もうね名前がすごい長くて噛みそうになったんだけど、イカスミのクリームパスタなんだけど、これね見た目よりも結構ボリューミーで、で味は本当にクリーミーで濃厚で、すごい美味しかったです。私ね実はイカスミパスタ初めてなんですよ。少し体離しながら見てください。おお。そしてメインディッシュがこちら、反逆者を裁く悲劇の火炙りの刑。これね目の前で炙ってくれるんですけど、まず声が出ちゃいました。胡椒の香りがねすごい効いてて、チキンも美味しいんですけど、個人的にねこの横についてるジャガイモが甘くてホクホクしてて、めっちゃ好みでした。そしてデザートは見た目の可愛さ抜群の男爵が飼い鳴らした闇の毒蜘蛛、うん、自分の飼い鳴らした毒蜘蛛を人に食べさせるっていうね、頭がバニラでお尻がいちごアイスのパフェです。この時点でだいぶ満足してたんですけど、なんと最後にねスペシャルデザート、17周年記念チョコレートケーキが出てきました。ちゃんとね私コースメニュー見てなかったんで、本気でびっくりした。苦めのチョコレートに甘酸っぱいベリーの相性がとても良かったです。でサービスで、ね、写真を撮ってくれます。はい、というわけで銀座にある、ヴァンパイアカフェ行ってきたんですけど、私的にはカフェっていうよりもレストランっていう印象で、本当にカクテルの種類がとても多くて、ご飯の種類も、ね、多くて、まあ、今回ですねコースで行ったんで他の料理は見てないんですけど、メニューを見る限りどれもすごいこだわりのある、まあ、デザインの可愛いで、味も多分きっと美味しそうなのがいっぱいありました。で、まあ、やっぱりね一番まあ面白かったのはこの店員さんの、なんていうのか、世界観の出し方、もう喋り方とかが本当に徹底的で、なんて言えばいいんだろう。一人はね、すごいド S なの、喋り方が。もうずっと上からで、で、それを絶対ブレさせないんですよ。ただ、やっぱり、まあ、店員さんなんで、すごいしっかりね、テーブルの方はいつもチェックしてもらってて、まあ、飲み物が終わりかけると何かいるみたいな感じで言ってくれたり、結構そういうサービスっていうのかな、はすごいしっかりしてましたね。で、今回私がね、選んだコースは17周年のコースだからか、ちょっとわかんないんですけど、最後にこんなものもいただきました。はい、記念にチェキを取っていただきました。なんかサービスでこういうの取ってもらえて、まあ、思い出も形に残せるし、私的にはすごい楽しかったです。私みたいにこういうちょっと変わったレストランとか、まあ、コンセプトがしっかりしたレストランが好きな方は結構おすすめできる場所でした。ご飯もまあ美味しかった。コンセプトがしっかりしてるっていうので、結構私的にはいいとこだなっていう印象ですね。
まあ、たださっきちらっと紹介したようにサラダのところは必ず呪文を言わなきゃいけないんで、そういうのがちょっと恥ずかしい方はもしかしたらハードル高いかもしれません。というわけで、まあ、本日の動画はここまでにしたいと思います。またね、面白いレストランとかがあったらちょっと行ってみようかなって感じなので、まあ、こういうのがあるよっていう情報ある方よかったらコメントください。というわけで、本日動画ここまでしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは See you next time. Bye.